はい、では追走編続きをやっていきたいと思います。アンロックが一番最初に解除されたのが夏乃ちゃんだったので、この17番機を探すために1945年にやってきた南と BJ は時坂神社で現地の少年三浦慶太郎に見つかってしまうというところからやっていきたいと思います。スタートで、うん、お願いね。一番明るくて元気って感じの子好きです。ちょっとでも間が空いたからやりながら思い出してる感じです。え、騎兵でワープするところからだっけ。そんなところだったかな。ドローンだ、 BJ ドローン。あ、出てきた。いったった。痛いでしょうね今の。はい、まるで洗濯機の中。え、やっぱり点検用ハッチは点検用ハッチ乗るとこじゃないよ。え、お尻しこたま打ったわ。かわいそう、その格好してるからだよ。 え、誰に対して。うん、どうやって降りるの。そもそもどうやって乗ったの。前面脇に昇降はしご。あ、そうか、うん、登ってきたあれか。あ、これ乗るシーンとかなかったよね今まで。なんだろう、降りてる。怖い怖い。おかえり。滑ったら下まで落ちると思ったら、うん、手にすごい汗かいちゃった。BJ UFO が活動を行うと噂される謎のエージェント、それが MIB ことメインインブラック。了解。とりあえず全部見たけど、どうやって今騎兵に乗って。 BJ、 私たち、うん、戻ってこれたんだよね。戻ってきたってこと。戻ってきた時代だねそれ。このロボット、うん、タイムトラベルもできちゃうなんて、うん、さすが宇宙人のテクノロジー。騎兵いつ見たんだろう。あれ、三浦くん出てきてないの。一緒に乗ってたっけ。あ、そうなんだ。外に？あれ？まずいんじゃない？どういう感じだったっけ？ MIB に捕まって、エリア51に送られるよ。エリア51に送られちゃう。え、そうなの？なんで？三浦慶太郎くん、考えれない。調べる。パトカーとか集まってきてる。あ、この騎兵が来たから。ビルとか壊しちゃってるし。そういうこと。警察に捕まるよね。いや、でもそうね。そっか、こうなっちゃったらもうワープとかできないもんね。でもこれどうしよう。え、どうするの。うん、ともかく BJ を隠さないと。あ、いつも BJ のことばっかり。優しい。え、できることないよね。 BJ に言う。バック入ってもらって。え、でもこっから降りて間に合うのかな。みんなこういうビルの上からわーって逃げるね。あ、ここまで来れたんだ。よし、おかえり。また出てきてるね。バレちゃうよ。またこれの繰り返し。あれ、研究ノートがない、うん、あ、ゆきちゃんが、あ、この簡単にゆきちゃんが行方不明になってる何日間の話なのかな。研究ノート、宇宙人の研究ノート、うん、どこにあったっけ。いや、多分ゆきちゃんが持ってってる。今日の授業中書いてて。あれ、あ、じゃあ違う。そうだ、視聴覚室に持ってった。あ、大変、置き忘れてる。そういうこと。それならいいけど、あの、ゆきちゃんがさ、夏乃ちゃん探してた時間軸はどこなんだろう。 BJ、 夏乃、うん、閉じ込めてごめんね BJ。 出てこないで。でもまだ MIB がうろついてるの。そうで、開けられたら困るでしょ。はい、バック入って。え、じゃあ視聴覚室に行けばいいってこと。三浦慶太郎くん、あれから結構探し回ったけど、うん、三浦くんはどこにもいない。うんうんうん、きっとMIB に捕まったんだ。いや、多分したたかだから大丈夫だと思う。私のせいで。多分大丈夫でしょ、あの子たちは。じゃあ、見られる前に行こうってことね。部室の外行きましょう。出る。視聴覚室に行かなきゃいけないけど、多分またあの黒服の人に見つからないでミッションが始まるでしょうね。いつものことです。おい。
ここは変わらないんだね。アンロックかかってもかかってなくても。あ、はい、 OK。 MIB だ。いつもいるからね。とりあえず今は視聴覚室に行きたい。アイダッシュ OK。 ノートを取りに北校舎へ。北校舎あの記録を誰かに見られたら大変だ。うん、何はともあれ、はい、ノートの回収よ。バレちゃうバレちゃう。大丈夫？セリフ中は大丈夫だった。北校舎廊下、これは本館の方。見つかってよかった。あ、よかったよかった。美濃美隊員、これからは、はい、最高機密が漏れないよう、はい、厳重に保管し管理を怠る。はい、自分で叱ってる。は、気をつけるであります。気をつけるであります。邪魔するなって。分かってる。ゲートでしょ。すぐゲートに行かせる。え、うん、狙われてるってこと？何それ？うん。狙われてるってことだね。分かった。え、こっちじゃないってこと？あ、来ちゃった来ちゃった来ちゃった。バレちゃう。この距離はバレちゃう。隠れてくれた柱の方に。MIB、うん、こっちの階段は使えないわ。分かった。ちょっと遠回りだけど、うん、反対側から行こう。了解。あれ？え？あ、あれ、これ怪我してる、あの、うさみちゃんだから。なんか変だった、うさみちゃんだ。違う。え、違うの？え、やばい。ちょっと、何すんの？え、ほんとだよ。当たったら危ないでしょ。え、なんでこんなこと今まで初めてじゃない？逃げろ。逃げろ。え、でも黒服の人いたよ。あ、ここに逃げて燃えちゃうやつじゃん。どうなってるの？うん、なんでウサミが。違うの？え、絶対トミちゃんだ。偽物なの？どういうこと？そういうシステムもあるんだ。そうか、 BJ を捕まえるため、うん、悪い宇宙人が作ったロボットね。え、誰が作ったの？敷島？トイレトイレ。ここどこ？お手洗いに逃げ込んだんだけど、うん、でもここさ閉じ込められちゃう。そうだよ、そう、やばいやばい。そんなこと言われても。え、爆破されちゃう。うん、転送装置使う。え、どうしよう。とりあえず一旦いろいろ見る。こっから逃げれる？いや、何もできない。え、居合わせそう。もうそこまで来て。え、どうしよう。え、多分今これ隠れる術かなんかを考えるしかないってこと。ともかく、いやー、バレるバレる。せめて掃除用具のとことかにバレ、隠れないと開けられちゃうよ。やれやれ。あ、これ違う。あまり乱暴はしたくない。誰の声これ？おとなしく出てこ。トミちゃんの声じゃないけど聞いたことあるような気がする。やめて。また誰か来た。驚いた。あれ、薬師。なぜここが？違う。あれ、この子は消えたはずの17番の信号で、うん、ここに呼ばれたの。うん、426を見つけたからには。426を見つけたからには見過ごしておけないわ。426を見つけた。これが 426？ 何か企んでるのでしょうが、これ以上好きにはさせない。君は俺を目の敵にしているが、あれは伊田の妄言だと理解した上でか。伊田の妄言。あなたが多くの犠牲をもたらしたのは事実だわ。ここで破壊する。え、じゃあやっぱ黒幕はいるの？機械のくせに感情的じゃないか。あれ、パワーはこちらが上。あれ、どっちもアンドロイド。うわ、なるほど。確かにこっちはガタが来てる。銃もまっすぐ撃てない状態。あ、だからさっき外したんだ。君は怖い怖い怖い。ここはね、怖いでしょこの。うわ、姿からは想像できないよ。え、これ、あっちの方しか喋ってない。いや、そうなるそうなるそうなるよね。その方がこっちが。うわ、音がもう同期。大丈夫？大丈夫？開けられちゃった？なんだろう、静かになった。うん、いや、しばらくは出ない方がいい。
どっちが負けたの？よくこの扉無事だったね。なにこれ、ひどい、うん、ああトミーちゃん、無理だよね、話しかけるしかないよね。え、この人ってあのさ、ユキちゃんと一緒にホームズごっこしてる人だよね。話しかけて大丈夫？こっちもダメージが入ってる。タマオさん？タマオさん、あ、そっかそっか、知ってるのか。どうしてタマオさんが？それにこれ、タマオさんでもないんだよね。どっちかわからない。あなたが危ないってこと？出てきちゃダメじゃない。危ないから止めようとしてるんじゃない？こっちもロボット？でも守ろうとしてくれてない？そうなんだ。自我を持っちゃうとか。こっちも知らない。うわ、本当にロボット、うさみそっくりだ。そうね、ボロボロだけど大丈夫かな。殴られちゃう？君が一緒だったとはな、三浦くん。三浦くん？あ、嘘、乗り移ったってこと？いや、逃げて、あ、逃げて、夏野ちゃん。 PJ やばい、やばい、やばい、早く逃げてよ。話しかける。 PJ、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  PJ、 何されたの？どうしたの？バッグ入れてあげて。壊れてはいない。あ、やばい、私が守ってみせる。撃たれる。何か勘違いしているな。目的は君だ。そうだよね、南夏の。え、話しかけたのがまずかった？撃たれちゃう、撃たれちゃう。君は町を壊す怪物どもの新たな命令者だ。いや、やめてやめてやめて、やだ。そして今から、うん、君の命令は俺だけのものになる。え、洗脳するってこと？うわ、やばい。ミスった私。ガチッと。やばいかも。撃たれちゃった。何これ？なんでこんなとこにいるの？そこの記憶もなくなっちゃってるんだ。しかもこれ、何があったのよ。わからない。あ、BGM わからないの？確か私、これ取りに戻って。うさみちゃんそっくりのアンドロイドに襲われたんだよ。うさみを見たような。見た見た見た、そこまで覚えてるね。こんな状況覚えがない。ビジュビジュビジュも記憶なくなっちゃったのかな。ビジュ見つかっちゃう、入れる。完全になんかやらかした感じだったな。開いた。痛い。ほっぺになんか刺さってる。抜ける？それほっぺの傷。はあ、かわいい顔に傷ができちゃったの。不穏な空気、南編が 50% クリア。デスドロイド、はあ、赤柄編ロック解除可能になった。突如キサラギトミによって襲来されトイレに逃げ込む南。多忙によって助けられたと安堵するが、彼女もの標的も南であった。いや、なんか乗っ取った感じじゃなかった？トミちゃんがそのタマオさんっぽい見た目の誰かに。このまま進める？ちょっと気になるよね。もうちょっと進めさせて、気になる。こっからスタートね。うわっ、もういるじゃん。タマオさんっていう？タマオさん？この時代のこの見た目の人はさ、タマオさんじゃなくてあのホームズごっこしてるあの子な気がするんだけどな。どうして？なんでタマオさんが？
ここでは心もとないな。そのうち見つかる。もしかして玉尾さん、UFO で何かされたのでは。いや、夏のちゃんの方がなんかされてるよね。あ、来ちゃったよ。誰？どうしよう、どうしよう、どうしよう。あ、ほっぺの傷考えて。ほっぺに針でも刺さったような小さなポッチ。あー、そうなんだ。あのトイレでついた傷なんだろうけど。そんなニキビの一つもない顔なんですか。記憶がない。それぐらい針で刺したような傷ぐらい分からん。まさか、宇宙人に捕まって記憶を消された。勘がいい。何かインプラントされてたり。その可能性あるよ。インプラントは考えすぎか。インプラント、私歯のことしか分からない。とりあえず十郎くんの家にかくまってもらった。あ、その後の話なんだ。あの後遭遇して十郎くんの家にかくまってもらった後の話ね。彼を巻き込んでしまった。いや大丈夫でしょ。責任は取らないと。そんなに頑張らなくて大丈夫だよ多分。いや変な意味じゃなくて結婚しちゃう。それくらいかな。すいません。入部希望者。ああ、そんな感じ。ああ、そうか。え、その子入部届出してずっと来てない。あ、そうなの。相葉さんでしょ。あ、そう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 。この時代だとこの人のはずなの。相葉さん確か D 組だよね。 D 組。南さん C 組で隣のクラスだ。おう。え、あ、そそそうです。これ面識ないってことだね。病気治ったの。え、いや、この子は治ってないのでまだ来れない。え、そう、残念だけど無理しないで。うん、玉尾さんに似てるだけ。いや、隣のクラスにこんな子いたっけ。ユキちゃんとついてる子だよね。相葉エリカ D 組隣のクラス。はい。うん、インプットしたのか今。え、どういうわけ。怖い。ずいぶん変わった子だね。うん、ですよね。うん、そうだ、先生に報告しとこ。え、何を。来たこと。 BJ ちゃんと隠れてたね。 BJ、 あの子に正体バレちゃったの。確かに。あの子、え、今いたじゃない、相葉さん。うん、ここには誰もいない。怖い怖い。気を消されてない。また BJ 怖いよ。怖いよ BJ。 とりあえずノートはある。今なら黒服いなかったし。あ、いなかったの。抜け出せば見つからないかも。どういうこと。とりあえずこれにしまうのはいつもの通りね。 BJ をカバンに入れる癒しの作業。ダメよ、顔を出しちゃう。うん、行くよ。黒服いなかったんだ。どうするんだろう。相葉エリカさんとは何かあるぞ絶対。あ、今日ガラガラ、人全然いない。あれ、夏の帰るの。帰ります。見つかったか。ダメだったの。先輩には内緒でこの星の危機なの一刻の猶予もなくて、はい、はい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 。また始まったって思われてる。誰も来ないかな。駆け抜けていっちゃうよ。時坂神社へとりあえず行くのか。オッケー。これでいいのかな。ミスってないかな。あんな見つかっちゃったりとかしてよかったのかな。 BJ 出すしかないよね。はい BJ。 ここはゲート変えられてない。なんか危ないな、あの人が来そう。今度はどこを探すの。セクター2が怪しいよ。行ったことあるけど、どう。セクター2、最初の場所だ。うん、焼け野原だったとこ。逃げ出して何も探せなかったもんね。あ、行く、2065年。もう一度ちゃんと探してみよう。うん、あんな大きいの。来ないかな。大丈夫だね。見られてないといいけど。 OK、 無事に移動した。あの焼け野原みたいなとこだよね。これはちょっと記憶にある気がする。トライポッドはいないみたいね。でも油断は禁物よ。見つかる。さあ
どうやって探そう。え、危なくない？あ、ドローンになってくれるんだ。BG だけで探すの？お、守ってくれるのね。ちょっとかかるね。心細いよ。そんな、ここまで来て置いてけぼり？でも危ないと思う、本当に。タモさんとか来ちゃったらどうしよう。タモさんそっくりの怖い人。せっかくのタイムトラベル、待つだけなんて。危ないよ。でもね、多分これ探索しないと進まないんだろうね。せっかくの待つだけ。ちょっと待機して、じゃあ探索する？はい。すぐ戻ればいいよね。すぐ戻ろうね、ほんと。ちょっとだけ探索しよう。危ない目に遭わないでね。私の操作なんだろうけど。ここがクラベ君にそっくりな人がみんなを撃ち殺してた場所。なんだなんだ、こっちの方で何か光った。なんかまだ戦ってたりしない？大丈夫？あ、え、あ、騎兵いるじゃん。あ、これとか最初降りてきたところじゃん。よく見る。これって騎兵なんじゃない？うん、騎兵だと思うよ。私が先に見つけてやった。この規模だったらすぐ見つかりそう。置いてったりするからよ。どうするの？乗る？あ、え？BG！ BG！ 壊されてる。そんな、バラバラだわ。なんで？え、やばいんじゃないの？誰か撃ったやつがいるんじゃない？ BG！ 返事をして。え、帰れなくなっちゃうじゃん。それか時間軸が違う。 BG、 何があったの？え、あ、そうよ、脳みそ。脳みそ。頭脳さえ無事ならきっとまだ助かるはず。どこ？頭脳そっちじゃなくてその左の落ちてるやつじゃない？これかな。え、 BJ の頭脳。この電球みたいなのがそれっぽいと思うんだけど、無事だったってこと？ BJ の頭脳。部品の上に文字がある。うん、敷島。敷島。敷島ロボテクス。うん、敷島って日本の会社の？だいたい敷島製だよね、全部。騎兵もでしょ。バカね、私。 BJ は宇宙人なんかじゃなくて、日本製のロボットなんだ。嫌なの？めっちゃ考えてる。敷島ロボテクス。 BJ は宇宙人なんかじゃなくて、日本製のロボットなんだ。BJ どうなっちゃうのかな。え、どうする？え、誰か来る？あの音。あ、あれ？ BJ じゃん。あ、ごめんね。27分。 BJ！ じゃあ、さっきのは違うロボット、BJ と違う BJ の仲間？ね、これ見て。 BJ、これ見て。これ見てほしい。見つけたよ。8番騎兵なんだ。そうか。BJ は見つけた？あ、敷島ロボテクスについて。 BJ、 あなたも敷島ロボテクス製、日本製のロボットなんでしょ？宇宙人なんかじゃない。嫌なの？そうなんでしょ。嫌いになっちゃう？もう BJ は友達じゃないの？そうよ、これだってきっと敷島の。え、騎兵は敷島のだよね、違ったっけ？まさかトライポッドも。全ての兵器は全部敷島なのではと思ってる。敷島重工 G クラス400グレイン。うん、開発と160G。 嘘。何が？火星開発用ロボット10機。なんでよ、火星用のロボットが地球を襲うの？ああ、ダイモスとかが？地球は襲ってない。地球は襲ってない。どこが？え？地球ではない。どこ？地球じゃない。水族館、爆笑は着、今は可能性だが。え？バカにしないで。水族館と根性は記録だ。どこで戦ってるの私たち？
か、うん、それで、あ、これでも網口くんのお父さんじゃない、眉毛が網口くんじゃない、年次くん。計画惑星117のうち最有力は12光年先の惑星系です。成功するとは思えんね。未来のお前は確か教授の娘だったな。設計の手伝いをしています。移住船のか、ずいぶん小型だが。宇宙の過酷な環境下では長期間の生命維持は不可能ですから、うん、箱舟に乗るのは DNA 情報だけです。 DNA 情報、計画の最終段階で人間を再生します。人間を再生します。宇宙人の出来上がりというわけだ。どれぐらいの人数を見積もっている？600万人を計画しています。計画の認可が降りると思っているのか？母の説明を聞いていただければ。母の話にならん、自己満足だけの実利のない事業だ。実利のない、親父が死んだからには好きにはさせない。あれ、この子が年次君ではないよね。この研究は整理する、資金も停止だ。そんな、待ってください、尾形さん。尾形だからそうだよね。あの眉毛は年次君。え、生きてる年じゃない、尾形年次。尾形くん、うん、この後、はい、計画は実行される。実行される。2188年って、うん、未来じゃない。しかも生きてる年じゃない。記憶より我々が未来が、いや今子なんなんだろう、わからないか、わからない、が作られた宇宙人、うん、え？怖すぎる。そんなことある？アイデンティティ、17番キーを探すために2065年にやってきた南と BJ。 え、でもさ、2188年よりも我々は未来だって BJ が言ってて、65年に来てたんでしょ。彼が敷島船のロボットであることを知ったけど、夏野ちゃんは自分が宇宙人かもしれないなんて BJ に言われたってこと？謎が深すぎる。次は個人的にすごい気になってる薬師寺めぐみちゃんの話をやっていきましょう。銃で撃つ仕事を担わされる、はい、関ヶ原 A 君を結局撃てなかったところで終わったよね。これは覚えてる。やっていこう。薬師寺めぐみちゃん幸せになってほしいです。夕飯時、ただいま。比べっけ。十郎まだ帰ってないんだ。うん、尻尾も来てないみたいだし。あ、そうなんだ。今のうちにお夕飯の支度しとこ。お夕飯って言い方がいいな。私も作るときお夕飯って言いよう。お夕飯の支度しようって。テレビをつける、寂しいからつけとこ。3回表、打者は変わって島田。エプロン、プロ通算1000本安打まであと1本です。クラベ君は帰りたくなさそうだもんね。お家悲しいだろうな、好きな人が全然帰ってきてくれないの。台所、お夕飯どうしよう。こないだ煮魚作ったからハンバーグにしよう。あ、塩焼きもいいね。ひき肉あったな。うん、フライ返しが追加された。十郎の好物だし、うん、ハンバーグ焼いちゃおう。焼いちゃおう、かわいい。よし、あー美味しそう。あー、トマトとゆで卵と野菜、美味しそう。ただいま戻りました。あ、先に。おお。おお。ごちそうだ。かわいい。三浦君。うん、めぐみさんがこれを。はい、すごい。ありがとう。すごいよね、女子力半端ないよね。あ、でも何もできないか。十郎帰ってきたら、うん、ご飯にしましょう。三人で食べよう。先に手を洗ってきて。うん、はい。かわいいな、あの少年。手洗って帰ってくる。でも多分十郎くん遅くなりそう。早っ。
あ、かわいい。もうご飯食べちゃわない？先に仲良くなろう。ちょ、押せない、押せない。お腹ペコペコなんじゃない？お腹空いてるみたいね。うん、いえ、自分は我慢できます。かわいい。もうあったかいうちに食べてあげなよ。その方がいいじゃん。十郎、遅いみたいだし、うん、冷めちゃうから先に食べて。うん、そんな、とんでもない。あったかいうちに食べてもらった方が料理も嬉しいよ。いいから、どうぞ。うん、本当に？めぐみさんは？めぐみさんは多分待つって言いそう。私は十郎と一緒に食べるから。そうだよね。そうですか。うん、あー、お腹空いてる。お言葉に甘えさせていただきます。はい、私が作ったわけじゃないけど、めぐみちゃんも救われるでしょう。誰かが美味しくご飯食べてくれたら。